転勤って一切の PC というかブルーライト立ってんの？うん、立ってるよ。こいつなんか一応使えないって言われたけど、別に長時間やってなければね。けど、気持ち的にね。まあ念には念をだよな。その念には念を。落ちた時、俺のモニターって別に特別明るくないのにさ、こいつ眩しいとか言ってさ。モニターもね、ずっと見てないとマジで眩しいからやばいんだよな。てかボルさんマジ明るさ気をつけなよ。マジで明るかっただあれ。いやあれデフォだよデフォ。でも起動高かったです。だとしたらオフィスが暗いわ。そうかな。原因見つけました。オフィスが暗い。ゼータディビジョンのオフィスが暗い。マウスで素振りしたらって言われてるよお前。やばいだろう。ね、まあちょっと詳しい話言っていいかわかんないからな、まあ、ちょっと、うん、網膜自体が多分ちょっと珍しいけど、ね、めっちゃ重いわけじゃないから、うん、ここまで心配しないでください。どこまで言っていいかわかんないけど手術がしてないってことだけ言っとくわ。なんか手術するぐらいやばいと。でその手術した後飛行機とかなんか乗っちゃダメらしいんだよね。だからやばかったね。もしひどかったらトルコにも行けなかった。なるほどね。アンキョッツなんか網膜になんかぶち込むんだっけな手術して。でそのぶち込んだやつが気圧とかでなんかダメになっちゃうっていうかやばいことになっちゃうからダメみたいな。好きな食べ物は転勤の好きな食べ物はねハンバーグやね。それクロサンや。あ、人違いでした。じゃあ何ですか好きな食べ物。まあ、最近は肉より寿司ですね。転勤が寿司が好きだから大会とか終わった後寿司行きがちみたいなのある。西さんがよく寿司連れてってくれるけど、ね、寿司めっちゃうまいの。デンさんのピアノどこかでお披露目してくれませんか。だっていやなんかめっちゃ言われるんだけどさ そんなめっちゃうまいわけじゃないから。それな、まあ、初めて2週間だからな。期待しない方がいいよ。あのコナンのさわかる俺さんいつも聞いてるかわかるか、うん、てーで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 その後まで両手で弾けるんだって。あ、そうなの。なんか割となんかあこの歌だなってわかるよね。あの猫とかさ、うん、青と夏とかわかるわかるわかるじゃん。まあこの歌なんだなって伝わるぐらいには弾けるよね実際。まあまあまあ、まあ、片手でもわかるしね。知ってる曲なら。ジュニアさんとのデュエット待ってます。俺絶対ね実現しないと思うよ。やってる曲が違いすぎる。よし寝るわ。